Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! ぜあー今日はこの黒ひげのモノマネのやり方をみんなに教えていきたいなと思います。その前にモンスタージョン TV を見るときはグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。そんな感じで始めていきましょう。実はですね、先日リスナーさんからコメントでね、黒ひげの声の出し方を教えてくださいっていうのをね言われたんですよ。そうか、黒ひげの声の出し方、ああなんかそういうの面白いねと思って今回この動画をねやることになりました。いつもみんな本当コメントありがとうございますね。最近僕起きたら必ずコメントを返していく、そして1個動画を上げたらまずコメントを返していく、で次の動画を上げる前にまたコメントを返していくっていう、この流れ常にコメントを返すようにしてるんだけど、その時間って本当にいいんだよね。いろんな考察がねみんなと話すことによって生まれてくるし、そういった面白い企画も結局みんなと話すことによっていろんなのが思いついてくるんだよね。だからね、みんなには本当に感謝しております。ありがとうございます。そんな中今回生まれたこの企画でございます。黒ひげの声のやり方でございます。たびたび私やっておりますよね、黒ひげのモノマネ。実はこれね意外と簡単だったりします。今回はそのやり方をねみんなにちょっと伝授していこうかなと思います。これを覚えれば明日から学校で人気者、会社でやれば即クビ。ぜひとも試してみてください。まずこれにはねルーツがございます。このルーツを覚えれば黒ひげになります。それというのはにゃんちゅうでございます。にゃんちゅうができるようになれば黒ひげもできます。ちなみに第一前提として、にゃんちゅうの声は日本人のね大体ができると言われております。俺外人だけど中身心は俺日本人だからよくわかんねえな。そんな感じでまずちょっとにゃんちゅうをやっていきましょう。おにゃんずいみはにゃんちゅうだにゃん、にゃんちゅうはモンスターが大好きだにゃん。ということで、あの慶吾氏からいただいたモンスターを美味しくいただいております。うん、絶品だにゃんという感じになります。いかがでしょうか、にゃんちゅう。このにゃんちゅうのやり方が意外と簡単で、これっていうのは喉を閉めて息をこう喉に通していくんだけど、それで喉を震わせる感じと言えばいいのかな。なんか説明すると難しいんだけど、あーはーってなんかシャウトとかに近いんだけど、あうがいとかも近いね。うがい、あーってなんかうがいをする感じ、からうがいって言えばいいか、あーってやるのを音程を変えていくんだよね。あみはにゃんちゅうだにゃんってこうなる感じ。ワンチャンバイクのモノマネとかもできるよね。コールが始まるみたいな、まさかのコールが始まっていくスタイル、こんな感じでできます。あとはね口を閉じてやるのも結構練習になるかもね。うーんってなんかこう喉を震わせる感じ、でこれを口を開くと、にゃんずよにゃんずみはにゃんちゅうだにゃん。これ結構喉に負担かかりそうじゃない？意外とね全然これ負担にならないです。これっていうのはシャウトとかにも使えたりするような技術なんだけど、間違ったやり方でやると速攻喉枯れるのよ。だけどやり方をしっかりやってればもう永遠ににゃんちゅうでいられる、24時間にゃんちゅうになれる、学校でやれば人気者、会社でやれば即クビ。ぜひとも皆さんまずにゃんちゅうをマスターしていきましょう。そしてここから派生するのが黒ひげでございます。おにゃんずいみはにゃんちゅうだにゃん、ぜはムラムラが止まらねえ。これ完全に音程だったりとか息を出す量を変えております。それによってにゃんちゅうから一気に黒ひげに早変わり、もうこれはね調整していくしかないですね。おにゃんずいっていうのがちょっとなんか明るめな感じだとすれば、黒ひげはダークなのをイメージすればいいね。ぜはおにゃんずい、あ、おにゃんずいはなんか喉の奥って感じかな。ぜはー、黒ひげに関しては前の方に出る感じだね。ダークな意味で前に出るという感じ。なんか感覚ではね、今僕ボイトレとかも行くんだけど、結構雰囲気で教えてくれるんだけど、その雰囲気をつかむのが一番大事かもしれないね。イメージできればそれ通りにできたりするしね。イメージができないとやっぱどうしようもないからね。高い歌とかでもそうじゃないですか。イメージしないとやっぱりなんか出せないなとかっていう、そんな感じだね。
黒ひげの一番の近道はニャンチューである。ニャンチューをマスターすれば黒ひげもいけちゃう。そして黒ひげがいければ学校で人気者に。そしてなんかもう本当にこの流れようわからんよね。それ会社でやったらクビになるよ。もちろんなりますよ。だからみんな会社でやるのは検討しよう。まあもうやるタイミングを考えよう。でも意外とねこのやり方っていろんなものに派生したりするんだよね。ワンチャン白ひげとかもそれっぽかったりするのよ。グララ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 ラエース、ちょっと雰囲気変えると近づいてくるよね。グララ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 ラエース、最後ようわからんかったなって感じで、意外といろんなものがいけたりするよね。あとジンベイとかも結構いけたりするかな。ルフィ君、ほら結構これ派生でいろんなものがいけたりするんだよね。でもやっぱり一番完成度が高くなっちゃうのがボンニャンズイミはニャンチューだニャンっていう、これがねやはりこれの基礎でございますから、ニャンチューが基礎でございますから自然とこれの完成度が上がってくると思います。ぜひともね試してみてください。これをマスターすれば学校で人気者に、そして会社はクビになるというね素晴らしいコンビネーションでございます。いかがでしたでしょうか。結局ねこれもリスナーさんのコメントからね生まれた企画なので、そういった感じでねなんかみんながやりたいような企画とかコメント欄でね書いてくれたらすごく嬉しいです。この企画を実現していくというか、みんなで一個の企画を作っていくっていうのが楽しいよね。やっぱ自分でやっててもなんか今のこの黒ひげの練習っていうかさ、それもすごい楽しいんだよね。これによって明日いろんな学校で黒ひげが大量生産されると考えるとちょっと複雑な気持ちにもなりますけど、でもやっぱ楽しいじゃないですか。それじゃなくてもそういった企画とかね、みんながこういうのやってほしいですとかっていうのがあればもうがっつりコメント欄に書いてください。そしたらね今だって俺1日 4,5 本出してんだよ。 4,5 本あればみんながやりたい企画だって結構やれたりするよね。だからもっとみんなでねなんかこう1個の企画を作れたらなーなんていうのを思っております。どしどしみんながやってほしい企画コメント欄に書いちゃってください。そして最近みんな結構グッドボタン押してくれてますね。本当にありがとうございます。これ完全にね裏話になるんだけど、グッドボタンをね押してくれるとめちゃくちゃチャンネルの成長につながるんですよ。おかげさまでねみんなのおすすめとかに僕の動画が出るようになってるんですよ。新規の人がどうやって僕の動画を見るかって言ったら、やはりおすすめに出てくるっていう感じになるんだけど、それの確率が上がってくるのがグッドボタンだね。そのグッドボタンを最近みんな押してくれてるから、本当にねいろんな方のところに僕のチャンネルが出ててすごく嬉しいです。ぜひともねみんなグッドボタンをね毎回来たら押してくれたらねすっげー嬉しいです。それが何よりねこのチャンネルに対してなんかこう協力をしてくれるっていう感じになるんでね、一緒にこのチャンネルをねみんなで盛り上げていけたらなと思っております。目指せ1000いいね。この動画にしてもなんか今後出していく動画の中でなんかどれか1000いいね言ってくれたら嬉しいね。ぜひともねみんなちょっとご協力をいただけたら嬉しいです。あと前回僕が動画で言ったツイッターの件、なんかツイッターみんなフォローくれたら僕返しますよっていう話、結構みんなフォローくれたね。本当にありがとうございます。ちゃんとねそれ今フォロー返しております。もしもまだフォロー返ってきてないよっていう人がいたらリプ送ってください。ジョンさんフォローしましたよって言って、そしたら僕速攻でフォロー返しますから、ツイッターの方でもぜひともみんな絡みましょう。ちなみに前僕話したんですけど、なんか生放送とかでみんなでワイワイね考察の話だったりとかいろいろとできたらいいなと思ってたんですけど、それ以外にもトレクルとかってみんなやってます？トレクルしかり、そういったワンピースのゲームとかもねなんかみんなで一緒にやりたいなと思ってて、ただ基本僕の趣旨ってリスナー参加型でやってるんですよ。やっぱみんなでやるの楽しいじゃないですか。さっきも言ったようにみんなが出してくれた企画をやっていきますよっていうのもそうだし、なんかやっぱみんなでやるのが一番楽しいと思ってるんですよ。第一に俺みんなに対するリスペクトが一番に来てるから、なんかそのみんながこんなのやろうぜとかって言ってくれたのをなんか一緒にやるっていうのが一番楽しいんだよね。だからこそリスナー参加型でやろうと思ってるんだけど、どれが一番みんななんか一緒にやれるかね、トレクルだったりとかそれ以外にもあるじゃないですか。そういったところでなんかみんなやりたいゲームとかそういうのあったらちょっとコメント欄にそれもまた書いてくれたら、近々ワンピースのゲームも生配信をねこのチャンネルでやっていけたらななんて思っております。2つだね、考察の生放送やったりとかワンピースのゲームの生放送をこれからなんかやれたらいいよねって考えております。そんな感じで今日はこの辺で、ぜひともニャンチューからの派生黒ひげを覚えて学校でやってみてください。そして会社でやってみてください。会社でやったら速攻クビになると思います。それでは今日はこの辺で、最後にチャンネル登録ボタンとグッドボタン、そして通知ボタンを押していってね。また次回お会いしましょう。 See you next time!
your body.